お団子もありがとう。こんばんは。中村です。結婚してありがとう。桜餅もありがとう。皆さん、お疲れ様です。一人部屋そう。ホテルです。東京、ナウ。明日は、お話し会です。幕張で10時からです。皆さん、来てね。頑張って起きよう。朝、早いよん。ありがとう。待てるよー。幕張で。もう寝るん、うん。もう眠れる。今日はもうずっと寝てる。本当に嘘、ずっとは寝てない。ありがとうございます。でもほぼ寝てる。道中も寝てた。でももう眠い。なんかそう、夕方移動したんですけど、夕方もずっと寝てた。新幹線で。ありがとう。A 席でした。しかもあの新しい新幹線だったから、一個一個あの何ですか、コンセントついてるタイプ、超いい。でもありがとう。なんかさあ、今日タクシー乗ったんですよ、広島で。でそう、新幹線あの駅まで乗ったんですけど、なんかどこ行かれるんですかみたいな言われて、でなんか東京ですみたいな言ったら、へえそうなんですね、ライブですかって言われて、なんかめっちゃライブですかって言われた瞬間めっちゃドキッてして、えなんでですかみたいな。そしたら多分ライブに行く側の人間、こうあ何ですか、ライブ見に行きますっていう方に多分思われ、でも私はライブをしてる側だから、だからなんかドキ、なんか謎にドキドキして、なんかわかんないけど急に、えライブですかみたいな言われて、めっちゃそう急にすごいドキドキしましたね。え？みたいな。明日祝日だし、いやそうですよね。いやちょっと、いや分からん、何をあれなのか分からなくて、なんでですかって聞いて、でいやそうかなって思いましたみたいに言われて、違いますって終わったんですけど、わかんない、すごい急に言われてめっちゃびっくりしました。
ありがとう。今日もありがとうございます。祝日に荷物持って東京だからそう思った。祝日に荷物持って東京行ったらライブになるのか。そうなのか。まあ、いろんなライブがありますからね。ありがとうございます。いや、そう、なんかライブですかっていう質問がさ、やる側じゃなくて見る側って捉えられなくて、急にえっ。ドキドキしました。謎に。そしたらお話しっかりせよ。ずっとね、なんか喉がね結構ガラガラする。明日はね、一日いっぱい話しましょう。電波が合ってくる。電波悪い？電波が悪そう。困った困った。なんかループしてんのかな。画質が悪い？止まったって言われた。怖い。なんかさ、普通にホテルだからさ、電波悪いこともあると思うんですけど、なんか謎に私霊的な現象なんじゃないかって思ってしまうんですよね。怖い。今大丈夫。あ、戻ったらしい。なんか鳴ってる。お腹すいた。ありがとう。夜ご飯は納豆食べた。納豆と温泉卵。変な音聞こえたって言われるんだけど、ちょっとどういうこと？お腹の音？あれ？え？ずっとお腹鳴ってる。多分変な音って、お腹の音？ぐるぐるぐるって言ってます。キュ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 聞こえる？
ラーメンは食べない、もう我慢してる。あ、うん、もうね、頑張って胃をちっちゃくしようと思ってるんですけど、本当にすぐにお腹がすく、もう本当になんか多分人よりもすくスピードが異常に速いと思う。なんか腹持ち悪い、もう本当に秒ですく、もう食べても本当にもう1時間後とかにはまたお腹すいた、お腹すいたずっとお腹がすいてます。困りました。大きさは変わらない、お腹の絶対胃は伸びてますよ、もうコンビニ行ったんですよ。で、ちょっと東京に割といるから、だからなんかちょっと多めに買おうと思っていろいろ見て回ってたんですけど、もうなんか優柔不断すぎて何買っていいか分かんなくって、コンビニでも誘惑が多いんですよ。本当にもう美味しいご飯がいっぱいあって、うーって思いながら、納豆とかヨーグルトとか買ってしかもね、なんか東京のコンビニ、東京のセブンとか、なんかね、なんか広島にはない商品とかめっちゃあるんですよ。なんか何これ初めて見たんだけどみたいなやつ結構あるんよね。誘惑がすごい。逆もあるよ。いやそうだよね、広島にしかないなみたいなものもあるよね。地域まいちゃん、セブンであったかい春巻き買ってそう。どんなイメージの、でも好きよ、ある春巻き、あのホットスナックめっちゃ好き、あの超好き。カレーパン食べたことない。え、なんか揚げたてのやつあるよね。唐揚げ棒、え、美味しいよね。唐揚げ棒好きだよ。一番好きなのは、ビッグポークフランク私あのがっつりしたのが好きなんだよねアメリカンドッグ好き。でもなんか気分の時と気分じゃない時がある。
お腹鳴ったって言われる。あ、そんな聞こえるん。いやいや、衣のカリカリするとこ好き。わかる、あのさ棒のさ、あの一番下のさついてるとこでしょ、ちょっとガリガリみたいなとこでしょ。わかる、超わかる、うまいよね。ローソン、ローソンはもう唐揚げくん一択だわ。唐揚げくんしか買ったん。え、なんか唐揚げくんさ、なんか地域のなんかしとるよね。そう、広島はゆかりなんですけど、東京なんなんだろう。そのかね、地域によって変わる味みたいな。中四国はゆかり。増量キャンペーンに弱い。でも唐揚げくんのさ1個増量はだいぶでかいよね。ダメだ、お腹が鳴る、もういやいや、本当にありがとうございます。食べ物の話するから、そうだよね、食べ物の話やめよう。今日歯医者行ったんですけどね、なんか CT 撮りますって言われてね、急になんか CT みたいなの撮ったんですよ。でその後になんか顎関節症の話みたいなのされて、でなんか私顎関節症なんですけど、もうずっと悩みなの、ほんと何年もの悩みで、ずっとガクガク言ってんの顎が、顎関節症すごくて、でなんか顎関節症、ガス関節症だって、顎関節症の治療しますかみたいなのに聞かれて、え、そ、なんか痛いんよめっちゃ、ガクガク言うの、そう言うの、ちょっと聞かせてあげたいけど、なんか聞かせたらみんなうえって言いそうだからやめとく。痛いんよめっちゃ。で痛みもあるの、なんかある人とない人がおるんじゃないかな、分かんない。でもなんかその矯正もやってるんですよ、歯列矯正もしてるから、そうなんか結構歯の動きとかで結構変わるみたいで、なんか今すごい痛くって、明日聞かせて、やだよやなんだけど、お話し会でなんか関節症の時聞かせて、ガコガコみたいな、すごい嫌なんだけど、絶対聞かせない。会話してる時痛い、いやご飯食べる時が痛い。いつから、いやもう何年も前から顎関節症はそう、ずっとそうなの。ありがとう、しょうけんさん。
永村舞です。愛媛県出身です。ありがとう。治療することにしたの？え、しないことにしたの？もうなんか治るか分かんないらしくって、でなんかあのどうしますかって聞かれて、あのもう治るか分かんないならもういいですって、大丈夫ですって言って諦めた。でも矯正していく過程で今痛くて治る可能性はあるんだって。そうだからちょっと痛いけど先に矯正を取るの。鼻治らん？鼻？原因不明なんだ結構鼻炎は。ありがとうございます。歌ってる時大丈夫？大丈夫。外れたことない、顎歌ってる時。最近歌ってない。もう歌ってないな。ドラさんミーティングでちょっと歌ったけど、カラオケ今度しよう。明日見つめ合いをお願いしてもいいんだろうか。しましょう。ツーショットかな。ツーショット。ツーショットポーズ。団子ありがとう。やばい、めっちゃ眠たい。今日は歌わんのね。今日はごめん。あんま多分時間なさそう。何時今。40分、あの時計あったのかな。39分。まあ、若干。ちょっとずれてる。ほぼ合ってる。なんかタワーもらったんだが。ありがとう。ちょっと待って、あれあれあれりりりり、お団子クマもらった。ミッキーさんありがとう。ありがクマタワークマ。ありがとう。呼び出すぞ。体勢ちゃんと座ってますよ。ありがとう。
まいちゃん最近石並び遊んでますか？遊んでますよ。もうまいちゃん毎日は嘘たまにゴールデンベッドタイムで頑張ってるんですけど、今120何位だったはずだから、もうちょっとしたらランクインするから今日やったの、120何位だったの。出会ったことない。ちょっとゴールデンベッドタイムの方が出会いやすい。今日久々。うん、だってやった時に400何位とかでじわじわ上げてきてるから、で今日やったら120何位までいったから、もうあとちょっとで多分ランクインするから。本当だよ、もうちょっとで行くからえ、その見えんよね、私のランキングとか見えんよね多分100位以内に入ってないと分からん合同ライブガチャ回したか？いやそれはね、回したよ。もう出た瞬間に合同ライブガチャは回しに行ったよ。あれはね、あれめっちゃ回したけど、なんかね結構なかなか出んかったねでもさ、私なんかカードを新しくセットできないんですよ。っていうのもなんか、まあ育成させるんだったら、まあ、推し力が落ちるじゃないですか。その推し力が落ちてるのがなんかやだ育成段階耐えられないから、だからいつまでも結構前のカードでずっとやってる。うん、我慢して育てる、我慢できない。デッキもう一個作ってるんだけど、育てたいカードの。でも推し力高い方使っちゃう。だってじゃないとポイントがポイントがいっぱい入んないんだもん。1500くらい、1600何歩だよ推し。多分一番高いと思うんだけど、育てないとね、カード。すごいすごい、桜餅いっぱいありがとうございます。ちょっとチューニングね、毎日泣いてるのね。本当に最近よく来る。私最近目がうるうるしてるみたい。泣いてないよ超泣いてないよ。なんか最近めっちゃね、泣いてますかみたいな、目がうるうるしてるみたいなんです。泣いてません、全然。ちいかわ、本当に本当に群青でもないし泣いてもないよ。そういうキャラ、ちいかわ
どんなキャラや。泣いちゃった。あー髪色茶色く見える？え、なんかね、そう、多分これ多分普通にライト当たってるからだと思うんですけど、でもなんか茶色いって言われて、そう、でも地毛がちょっと焦げちゃうってのもある。めっちゃ茶色く見えるって言われる。なんかそう、なんかダンスの先生がいい髪色ですねみたいな言ってきて、昨日だったっけ一昨日、え、言ってきて、で、え、何がですかみたいな、で、もともとこの髪色なんですけどっていう話して、でなんか結構最近メンバーが染めてるから私も染めたんじゃないみたいな、でも全然そう染めてない、染めてないんですけど、なんかそう焦げちゃう。そう、こいつに見える。でもありがとう。うーん、もうこう見たらほら暗くない？こう多分近くで見たら、多分暖色ってのもあるかも、ライトがちょっと、なんなん本当は染めたんでしょ、染めてないよ。でも黒にもうしたい、そしたら真っ黒貞子キャラ幽霊。なんかさ、私ねこの間なんか鉢巻きつけたんですよ、桃太郎の紙芝居みたいなの読むときに。でなんか桃太郎の鉢巻きみたいなのつけたんですけど、なんかあかりんさんはすごい似合ってたんですよ、勇ましくて。でも私がつけたらなんか幽霊にすごい見えて私めちゃくちゃ幽霊香川で、あ、そうそう、すごい幽霊みたいな、ちょっと恨めしや感がすごいあって、ホラーでしたね私。ありがとう。私なんかお化け感あるんですよね、ちょっとお化け、お化け、うん、泣かなった。今のは絶対ショールームに聞こえた。もうこえたよね今の、ぐるぐるぐるって言った。めーめー、なんてことかしら。お腹空いたら寝れなくない？眠れないけど、でも睡眠欲結構あるから食欲に勝つと考えてる。戦わせてみるね、食欲と睡眠欲どっちが勝つか。吐き多いのこた。これで食欲が勝ったらもうダメです。
午前の分に会えなくなりそう。なんで私がお腹空きすぎてってこと？大丈夫や。もうなんかあのあれよ、今から昼ご飯、今から夜ご飯みたいな感じで食べるんじゃなくって、お腹が空いたらちょこっと食べるみたいなのをずっとやってる。なんか満たされる感じ、なんか ちょっと食べて、でちょっともうちょっとだけ満たされたらまたみたいな。そうそう、なんか一食二食三食っていう感じじゃなくって、なんもう我慢できない、ちょっと食べようみたいなパイナップル食べるみたいな。なんかあ、そう、フルーツをね、ちょっとむくみを取りたくて、ちょこちょこ食べ、だから多分それで一食カウントしたら多分結構食べてると思うを控えてる。控えすぎると良くない。あ、そう、なんか塩抜きしすぎると良くないらしい。やっぱ塩分って人間には大事だから。そう、だから何日もはしちゃダメらしい。でも完全に塩抜いてるわけじゃないんで大丈夫。瞳が綺麗すぎて見てる番組が分かりそう。ずっとテレビつけてる。なんか何かがついてないとなんかそわそわするからずっとつけてるよ。反射してる。でもこれで今まるまる見てるんだねとか来たら怖いんだけど、瞳に全部映ってるよってなんちゃん見てるの。え、分からん、適当につけとるけんさなんか CM 流れとる。怖い。もうみんなが瞳の反射で全部わかるみたいな。もうこうやって配信せんといけん。皆さんこんにちは、永村舞です。今日はですね、こうやって配信しないと全部目から情報が全部抜き取られます。すいませんね喉が ありがとう、ジージーだるまハート。多分ね、私のあの
時計を見た感じではあと5分ぐらいしかない、今日という日が。明日お話し会10時から。4分？あ、4分だったみんな幕張メッセだよ。気をつけてきてね。私も気をつけていくね。あ、明日祝日やんね、水曜日。寝坊、寝坊に注意、寝坊しません。壇上を読んでみます。福太郎さん、今日もあなたの笑顔が誰かを救うさん、ポンタさん、ボンちゃんさん、くまねパパさん、元町さん、ミッキーさん、東京のスワンさん、シーサーさん、パニーさん、きなぺこさん、よっちゃんさん、ピロミーさん、ありがとうございます。早く寝て、寝るよ。なんで早く寝れるかというと、私はもうお風呂に入ったからです実は私はもうお風呂に入ったんです。もう寝るだけです。おやすみ、おやすみ。明日は皆さん幕張で会いましょう。また明日です。おやすみ。また明日おやすみ見てくれてありがとう。枕。